大阪市立小浜小学校は、大阪府大阪市住之江区にある公立小学校。1877年に創立し、住之江区では最も歴史の古い小学校の一つとなっている。東南の小浜商店街と接する壁の外に、かつての小浜村の中心を示す、石の小浜村原表が建っている。現在の小浜地区は、明治時代初期までは、西成郡今、在家村、 中在家村の二村に分かれていた。明治時代初期の学生発布により、1874年に、今在家村の松西寺に、西成郡第1小区、第2番小学校、中在家村の西願い寺に、西成郡第1小区第4番小学校の2校が、それぞれ設置された。今在家村、中在家村とも小さな村だったため、村単独の小学校は、 学校運営上の負担が重いとして、1877年9月1日に、今在家、中在家の2校が統合し、今在家村、中在家村に村の連合で、今在家村265番地に、西成郡公立町備小学校を設置した。長尾の校名は、この地域の古障長尾の里から名付けられた。学校園隠しの上では、 長尾小学校開校を学校創立と位置づけている。今在家村、中在家村は、町村制の実施により1889年に合併し、西成郡、小浜村となった。明治時代中期には地域に工場が進出し、また、地域の人口も増加した。児童数が増加して、従来の敷地が手狭になったことから、1897年には、現在地に移転した。 移転当初は敷地に小浜村役場が併設され、また校舎は大阪商船学校分教場校舎の払い下げを受けて移築している。学校の名称は、西成郡町尾鍵小学校、西成郡町尾尋城小学校、西成郡町尾尋城高等小学校の名称を経て、1924年には村の名前を取った西成郡小浜尋常。 高等小学校へと解消している。1925年の大阪市第二次市域拡張により、小浜村は大阪市西成区に編入された。これに伴い学校名も大阪市小浜神常、高等小学校へと解消している。昭和時代初期、児童数の過密化が目立つようになった。このため過密を緩和する目的で、従来の校区のうち南海本線の線路伊動を、 分離する形で、大阪市小浜第二尋常高等小学校が1930年に開校している。1939年には、小浜小学校の高等科が、小浜第二小学校へと移管された。これに伴い、大阪市小浜尋常小学校へと解消している。1941年には、国民学校令により、大阪市小浜国民学校へと解消した。 1943年4月には大阪市の行政区分増区及び行政区の境界整理が実施された。これに伴い、西成区の内都市計画道路予定地以南が住吉区へと分離編入されることになり、小浜地区のほぼ全域が西成区から住吉区へ変更されることになった。分け属区の境界整理の際に工区の見直しも行われ、 地域南側に隣接する浜口地区及び住吉公園を小浜国民学校の校区に編入した。太平洋戦争の選挙区悪化により、1944年には学童集団疎開が実施されることになった。住吉区の国民学校には大阪府専州地域が疎開先として割り当てられ、小浜国民学校では堺市及び仙北郡高井市長、 トロシ村への集団疎開を実施している。1945年10月に疎開先から児童が寄港し、授業が再開された。1947年には学生改革により大阪市立小浜小学校へと解消されている。1950年代には児童数の増加が進み、ピーク時には3000人近くの児童が在籍していた。 このため教室が足りなくなり、二部授業を実施していた。過密解消のために1957年に分校を設置した。分校は5年生を収容する学年分校となった後、校区の一部地区在住児童を収容する地域分校になった。分校は1965年、従来の小浜小学校校区の北部を分離する形で大阪市立北。 小浜小学校として独立開校している。ありがとうございます。